はい、どうも、銀南と申します。謎の事件簿 3DS 出張版学園祭密室事件、続きから始めていきます。どうする？移動します。どこに移動する？奥に行く。もう一度奥を調べよう。さてどうする？調べる。何を調べる？縦看板。これが水原さんの言っていた縦看板か。前田拓郎学園祭コンサート。な、誰だこれは。先生、前田拓郎知らないんですか？人気急上昇中のフォークシンガーですよ。すまない。どうにもこういう話題には疎くて。だが確かに人気はあるようだな。前売り券完売と上から書かれている。水原さんが言うには、もともとこの看板は屋外ステージのそばにあったらしいですが、チケットが完売したので今日の打ち合わせの時に木内さんが委員会室に持ってきたようですね。結構大きな看板だな。大人の男が一人でどうにか運べるといったところか。戻る。どうする？考えます。情報集まってきたが、何かがおかしいな。これでは誰も犯行が不可能に。神宮寺君、陽子君、戻ったぞ。おお、熊さん、聞き込みの結果はどうだったか？残念ながら決定的な証言は得られなかった。校舎への道をずっと見ていた者はおらんから、誰かが犯行現場の校舎裏に行っても気づけなかっただろうな。そうか。午前中に被害者の姿を見たとか、そういう関係なさそうな証言はあったのじゃが。被害者？木内隼人の姿か。ああ、10時くらいにやってきてステージ裏へと向かい、10時半頃にそのステージ裏から大きな看板を持って現場の校舎へと行ったようじゃ。その時赤と緑の荷物を持った人も一緒だったと言っておったな。木内隼人が10時半に赤と緑の荷物を持った人と一緒に。まあ事件の1時間以上前のことじゃ、おそらく関係のない話じゃろうが。どうしたのじゃ、神宮寺君。先生、わかったぞ、この事件の真相が。俺はこの時全ての謎が解けた。木内隼人を風船で窒息させた真犯人は誰か、君にも真相がわかったか？ちなみに今までの話で解明に必要な手がかりは全て得られている。ポイントは誰に木内を眠らせるチャンスがあったかだ。真犯人の正体と犯人が仕掛けたトリック、分かったら推理する選んで先に進んでくれ。分からないならば焦ることはない。もう一度捜査を続けて分かった時に推理するを選んでくれ。推理を始める。まあでも分かりやすかったよね、今回のヒントは。推理を始める。はい、分かったぞ、この事件の真相が。犯人が分かったんすか？誰なんだよ、一体誰が木内を花目に。犯人の前にまずは木内君を窒息させた犯行方法を説明しよう。それは、なるほど、風船を膨らませて外から窒息させたってことですか。犯人め、なんてことを。カッターナイフでたまたま風船が割れていなければ危なかったかもしれないのですね。だがそれが分かった後もいくつかの疑問が残っていた。そもそも木内君はなぜ急に
そこまで眠くなってしまったんだろうか。風船は別に重いものじゃない。それなのに木内くんは顔を塞がれても無抵抗のまま窒息させられていたんだ。よほど熟睡していなければこうはならないだろう。確かにそうだな。少しでも体を逃がしていれば窒息する前に助かりますからね。眠かったのはそれだけ今まで忙しく準備をしていたからじゃないですか。問題は犯人の心理の方だ。木内くんが疲れのあまり眠くなってしまったのだとしても起きないことにかけての犯行は犯人にとって不確定要素が強くて危険すぎる。では神宮寺さんは分かっていらっしゃるのですか。木内くんの眠りが深かった理由。ああ、それは木内の眠りが深かった理由は風邪薬。木内くんは風邪薬を飲まされていたんだ。風邪薬ですか。ああ、その風邪薬の名前は風邪薬の名前は風邪コロン。風邪コロンだ。風邪コロンって俺が飲んでるやつじゃないですか。ああ、確かこれは効き目が強い代わりにすごく眠くなる副作用があるのだろう。そう、それはそうすけど犯人は木内君を確実に窒息させるために月岡君の風邪薬を飲ませてその副作用で眠らせたんだ。その痕跡がある場所に残っている。それは犯人が木内に風邪コロン飲ませた痕跡はどこに残っている。水筒。木内くんの水筒に証拠が残っている。陽子くん出してもらえるか。はい先生。これは何か錠剤が沈んでいますね。ああ犯人は風邪コロンを飲ませて木内くんを眠らせたが溶け残った錠剤が水筒に残ってしまったのだろうな。だがこれは本当にその風邪コロンという薬なのか。それは間違いない。薬のこの部分を見ればすぐにわかる。水筒に沈んでる錠剤が風邪コロンだという証拠はよく残ってたよね。錠剤の文字。錠剤の文字を見ればわかる。中央に KZKR と書いてあるのが見えるだろう。これは風邪コロンに書いてあったものと完全に一致する。確かにそうっすね。んちょっと待つのじゃ。月岡くんの風邪薬が被害者の水筒に入っていたのならつまり犯人は何を言うすか。警部さん俺じゃないっすよ。風邪薬は月岡くんのもので間違いないだろう。だが彼には犯行は不可能だ。彼は事件発生時間の12時から13時半に後輩たちと一緒に行動していることが分かっているからな。そうじゃったか。すまんの月岡くん。だから言ったじゃないですか。だがそれならなぜ風邪薬が被害者の水筒に入っていたんじゃ。それは風邪薬が木内の水筒に入っていた理由は真犯人が盗んだ。もちろん真犯人が盗んだんだ。やっぱりそうだったっすか。でも一体いつ風邪コロンが盗まれた時間は風邪コロンが盗まれたのはいつ。打ち合わせの前。打ち合わせの前だ。月岡くんは打ち合わせが始まる前荷物を置いて委員会室を離れていたんだったな。しかも鍵を開けた状態で
そうっすね、荷物は重いし、鍵は俺しか持ってないから誰も入れないと困ると思ったっす。犯人は知っていたんだ、月岡くんが風邪をひいて風コロンを使っていることも。9時半から11時の間、新聞部のインタビューを受けるために委員会室を離れることも。でもそれを知ってるやつなんてほとんど。月岡くんには辛いかもしれないが、真相はこれしかありえない。月岡くんの風邪薬を盗んで被害者に飲ませた上に風船を使って窒息させた犯人は。犯人は誰だ？犯人は日村真奈。犯人は日村真奈さん、あなただ。日村さんが隼人を窒息させた犯人だって？ああ、一つ一つ説明していこうか。まず第一に、彼女には事件発生時12時から13時半のアリバイがないんだ。確か空き教室を使って一人で領収書の整理をしていたと言っていましたね。そう、それは本当のことで。第二に、彼女には打ち合わせの前、月岡君の風邪薬を盗むチャンスがあった。それは無理だ。そんなチャンスはないぞ。忘れたのか？私は打ち合わせ前、屋外ステージの確認を手伝っていたんだぞ。ああ、その通りだ。だから盗んだ時間はさらに絞れる。日村さんが風邪薬を盗んだのはこの時間帯だろう。日村が月岡の風邪薬を盗んだ時間は？9時半から10時。日村さんは10時からステージの確認を行っている。その時間は目撃証言もある確かなアリバイだが、逆にそれまでは空白の時間だ。月岡君は9時半に荷物を置いたまま委員会室を出ている。つまり日村さんが風邪薬を盗んだのはそれからステージに行くまでの間、9時半から10時までということになる。ちょっと待て探偵、どうしても私は犯人扱いしたいようだが。風邪薬を盗めるのは私だけじゃないぞ、水原だってそうだ。日村さん、何をおっしゃるのですか？うるさい、ここまで犯人扱いされるなら私にだって反論はある。水原は私より早く委員会室に来ていた。おまけにその時委員会室にいたのは水原だけだ。風邪薬を盗むチャンスなんていくらでもあったはずだぞ。確かに水原さんにも風邪薬を盗むチャンスはあったかもしれない。だが彼女は犯人ではない。なぜなら彼女には絶対に不可能なことがあるからだ。水原直子に不可能なことは？水筒に風邪薬を入れる。水原さんには風邪薬を木内くんの水筒に入れることができないんだ。木内くんと日村さんが一緒に委員会室へ戻ってきたのが10時半。それ以降打ち合わせが終わるまで常に委員会室には複数の人間の目があったからな。そうですね、間違いなく私には不可能です。待て待て、それを言うなら私だって同じだぞ。木内が委員会室に戻ってから風邪薬入れるのが不可能なのは水原と同じだし、その前だってそうだ。ステージの確認中、木内はバッグをずっと肌身離さず持っていたんだからな。そうですね、木内さんがステージ確認中ずっとバッグを持っていたことは複数の証言が取れています。ほら、そうだろう、やっぱり私に反抗は不可能じゃないか。確かにステージの確認中も委員会室に戻ってからも風邪薬を入れることはできない。なら
それ以外の時間ならどうだ？木内くんの水筒に風邪薬を入れたのはこの時だろう。日村が水筒に風邪薬を入れたのはいつからいつまでの間？いつからかを回答してください。ステージ確認終了から。ステージ確認が終わってから。いつまでかを回答してください。委員会室に着くまで。委員会室に着くまでだ。これでいいか？はい。ステージの確認が終わってから委員会室に着くまでの間だ。く。どういうことですか？委員会室には日村と隼人が2人で一緒に戻ったんすよね。そんな状態で風邪薬を仕込むなんて無理だと思うすけど。確かに普通ならそうだろうな。だが彼女はあるものを木内くんに運んでもらうことでそれを可能にしたんだ。日村さんが木内隼人に運ばせたもの、それは日村が木内に運ばせたものは発電機だったらすげえ重いよね。立て看板。立て看板だ。それって奥にあるライブチケット販売告示の立て看板ですか？確かにあの立て看板は、木内くんが委員会室に来るときに運んできたものですが。ああ、それのことだ。流れを説明しよう。まず日村さんは10時半にステージの確認を終えると、看板も持ち帰ろうと木内くんに提案した。チケットはすでに売り切れているから、前売り券販売の立て看板を出しておく意味はないとでも言ってな。看板は木内くんが持ってくれた。まあ重い荷物を持つのは普通、男である木内の役目だろうからな。それに木内くんなら間違いなく自分が持つと言ったはずです。そういう優しい人ですから。そして看板を持ち運ぶとき、日村さんは木内くんにこう提案したんだ。日村が木内に提案したことは？木内の荷物を持つ。代わりに木内くんの荷物を持とうと言ったんだ。看板はかなり大きい。トートバッグを持ったまま一人で運ぶのは大変だろう、などと言ってな。そうか、ようやく分かったぞ。看板を運ぶ被害者と一緒に歩いている緑と赤の荷物を持った人の目撃証言があったが、それが日村さんじゃったのか。緑は隼人の荷物、そして赤は日村の荷物ですね。そういうことだ。木内くんの荷物を自由にできるようになった日村さんは、看板で後ろが見えなくなっている木内くんに隠れて、こっそりと風邪薬を水筒に仕込んだんだ。これが日村さんの仕掛けた犯行トリックだろう。そんなことが。まとめると、まず犯人の条件として内部の状況を把握している必要がある。月岡さんの風邪薬の種類やインタビュー時間を正確に把握するのは内部の方にしか不可能ですよね。ああ、そして月岡君には事件発生時刻のアリバイがあるし、水原さんは事件発生時刻と風邪薬を盗んだ時間のアリバイはないが、水筒に風邪薬を入れることは不可能だ。つまり全ての犯行が可能なのは日村真奈さんただ一人というわけだ。犯人は日村さん。でも先生、そうなると一つ気になることがあるのですが、日村さんはどうして私たちに被害者がお茶の味に首をひねっていたなんて証言したんでしょうか。日村さんが犯人ならそんなことを言わない方が安全だと思うのですが。いや、警察の捜査が入る以上、それは言っても言わなくても必ずバレることだ。それならあえて自分から言った方が
犯人として疑われにくい。そう考えたのだろうな。本当に神宮寺さんの言う通りなのか、日村。一体どうして。許せなかったんだ、私の愛する者を侮辱したあいつを。愛する者を侮辱ですか。ああ、今年の学園さんライブであいつ。なんでロックシンガーのブロード様じゃなくてまだ拓郎なんて呼んでんだよ。は？私はずっとあいつに言ってたんだぞ。今年はブロード様を呼べ。絶対ブロード様だってな。ブロードで合ってるかな。まさか、そんなことが理由で、キウチ君を殺そうとしたのか？それだけじゃねえ。あいつはブロード様のグッズを身につけていた私に向かって、そんなのを身につけるなんて恥ずかしいからやめろって言ってきやがったんだぞ。その言葉だけは許せねえんだ。だから私は。日村、それは誤解だぞ。実はな、ブロードの正体はハヤトなんだよ。え？あいつずっと本名を隠して、ブロードの名前で音楽活動していたんだけど、委員長の俺だけには教えてくれたんだ。忙しい時はあまり委員会に参加できないけど許してくれって。グッズを身につけた日村を見て恥ずかしいと言ったのは照れ隠しだったんじゃないかな。そんな、嘘だろ。じゃあ私ブロード様のことを、うわー。こうして、どうにか事件は解決した。日村はすっかり観念した様子で、クマさんに連行されていったよ。ちなみにあの後、木内が意識を取り戻したという連絡が入ってな。木内は驚異的な回復力を見せ、さらに、学園祭の最終日、サプライズゲストとしてステージに立つことになったんだ。日村は大変な事件を起こしたが、最悪の結果にならずに済んでよかった。なかなか手強い事件でしたよね。おう、陽子くん、聞いていたのか。ええ、そういえば今年もそろそろ学園祭の時期ですね。開催日は、ちょっと先生、学園祭今日からじゃないですか。ん？どうしたんだ？そんなに興奮して。まさか。そのまさかです。今年も学園祭に行きましょう。去年は行けなかった展示がいくつかありましたからね。今年こそ目標は完全制覇です。おい。行ってしまったな。仕方ない。追いかけるか。どうだ？君も一緒に行くか？屋台くらいならおごるぞ。誰に言ってんだ。よし、じゃあ行こうか。ふ、あそこ美味しい店が多いから楽しみにしていてくれ。終わり。先生、新しいルートが開放されたようです。はい、では2回目ですね。新しいルートが出たので、また最初からやり直しました。事件をさっき解決したので、解決したを選択します。校内では事件が発生していたが、俺たちはそれを無事に解決した。そして翌日。美味しい。この焼き鳥最高ですね。あっちの小籠包も気になります。向こうのお好み焼きも。陽子くん、さすがに食べ過ぎなんじゃ。
そろそろ控えた方が。せっかく来たんですから、全部コンプリートしなきゃです。ほら先生、行きましょう。その気持ちはわかるんだが、実は手持ちがもうないんだ。え？そこまで食べるとは思っていなくて、あまり財布にお金を入れずに来てしまったんだよ。今ヨコ君が大量に食べて焼き鳥、これでもうすっからかんだ。ということはまさか小籠包もお好み焼きもクレープもたこ焼きも食べられないんですか？そういうことになるな。そんな。落ち込んでるヨコ君を見ると少々申し訳なくなるが、ナイスでは触れない。あれ、神宮寺さんじゃないっすか。来てくれたんすね。ああ、月岡くん。こないだはその、大変だったな。あの時ありがとうございました。ハヤトもだいぶ回復してきたようでほっとしてるっす。そうか、それはよかった。ところで、みそのさんが元気ないみたいっすけど、どうしたんすか？実は、なるほど。屋台の食べ歩きをするための持ち合わせがないってことっすか。ああ。うちが直営してる屋台なら、おごれるっすけど、他のサークルにはお金払わないといけないっすからね。でも神宮寺さんには世話になったし、そうだ。こういうのはどうっすか。今から出す問題を解けたら、俺が二人に怒るっす。お、問題を解くんだな。わかった、出してみてくれ。オッケーっす、それじゃ行くっす。ある兄弟とその父が3人で学園祭に来たっす。兄は焼き鳥を自分の年齢の数だけ買ったっす。値段は1600円だったっす。弟はチョコバナナを自分の年齢の数だけ買ったっす。値段は1200円だったっす。ちなみに一緒に来ていた父は兄よりも20歳年上ですけど、父が自分の年齢分焼き鳥を買ったら5600円、父が自分の年齢分チョコバナナを買ったら4200円になるっす。さて、兄と弟の年齢は何歳ですか？ふむ、つまりこういうことか。先生、大丈夫ですか？ひとまずこれらの状況を整理して考えてみよう。どうする？よく見てみようか。お好み焼き、クレープ、小籠包、たこ焼き。ヨコ君が念仏のように屋台メニューを唱えている。なんとか正解しないとな。どうする？じゃあ問題を早速解きます。答えがわかった？はい、わかったぞ。兄と弟の年齢が。お、さすが早いっすね。何歳だと思うすか？ああ、まず兄の年齢は、兄の年齢は8歳。8歳だ。そして弟の年齢は、弟の年齢は8歳。8歳だ。双子ってことかい。まず最初に分かるのは焼き鳥の値段だ。父は兄より20本多くの焼き鳥を買っている。そして値段の差は4000円だ。ということは焼き鳥1本あたりの値段は200円ということになる。そうですね。200円の焼き鳥が 20本で4000円ですから、焼き鳥200円で高いよね、1本。こうすることで兄の年齢がわかる。200円の焼き鳥を年齢分買ったら1600円。ということは簡単な計算ですね。8歳です。兄が8歳、父
との差が20歳。これによって父の年齢が28歳だと判明した。次にチョコバナナの値段がわかる。チョコバナナを父の年齢分、つまり28本買ったら4200円。ということは1本あたり150円だ。最後に弟の年齢だ。150円のチョコバナナを年齢分買ったら1200円ということは8本、つまり8歳ですね。ああ、年齢が同じということは2人は双子だったんだろうな。月岡くん、これでどうだ？だ。大正解っす。さすがっす。やりましたね、先生。それじゃあ早速行くっすね。何を食べたいっすか？そうですね。まずはここのクレープを全種類と、あっちのお好み焼きを全種類と。全種類？もやずか。おい、陽子くん、少しは遠慮を。牛丼と小籠包とホットドッグと焼きそば。あ、焼きそばの屋台2つあるから両方食べたいですね。美味しいですね、このクレープ。そうっすか。もぐもぐ、ハムハム。ありがとうございます、月岡さん。やっぱり学園祭は最高ですね。それは何より。月岡くん、悪かった。こうなること言ってなくて。いいっす。今月たくさんバイト入れないと。おまけ解決エンド。はい、ありがとうございました。謎の事件簿 3DS 出張版学園祭密室事件はこれにて終了です。今まで膨大な量のね、謎事件をやってきたのでね、まあ今回のは、そんなにね、いっぱいのボリュームじゃなくてちょっと良かったけど。では次回はですね、パスワード入れて、遊べるお話があるので、そちらを始めていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。